ありがとうございました。動画のインタビューお願いします。ありがとうございました。まあ、ミッド G3 の準決勝、まあ、ライン決着いい形ができたかなと思いますけど、どうでしたか。そうですね、もう地元2人ついてもらってたんで、でなおかつ2分戦だったんで、もうめちゃくちゃ緊張してましたね。でね、まあ、突っ張ってくるだろうしね、天海さんがいるから S も厳しいしで、そうですね、もう天海さんスタート早いのは知ってたんで、もう前は多分取れないと思ってたんで、もうああいう形になってしまってました、ね、スタートポット出た瞬間、天海さんがなんか横人にらみしたらああもう無理無理、いやもうあれ自分は精一杯で踏んでたんでなんか置いていかれてきるんでしょう、はい。ただまあ地元の久留米記念かな、ここもあったり続いてて、ね、いい緊張感、ね、まあ一本ちょっと腰痛で欠場してしまったんですけど、まあ、その分も今回まずは決勝乗れたんで良かったです。このグレードレース、もちろん G1 へというところへの思いというのは今どういうところが、はい、いやもうやっぱ初出場できたってことは、まあそこに向けてもうやっていくしかないし、まあそこで出ただけじゃダメだと思うんで、まあそこで結果を出すことが、まあ、プロだと思うんで、まあ一個一個ですけど、まずはここで結果、まあ、決勝でも出したいなと思います、うん、特に九州はね、まあ、熊本だったり他の地区に若い選手出てきて、なんか久留米でというのがね、そうですね、やっぱ熊本とか、今すごい盛り上がってるんで、まあ、その久留米もどんどん若手が出てきて、みんなで切磋琢磨して頑張ってるんで、まあ、その熊本に追いつけるように、まずは頑張りたいなと思います、すごく大事な一年になると思いますし、はい、まずは明日の決勝戦もね、素晴らしい走りを、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございました。